んにちは。お気に入りの音は見つかりましたか？前回お気に入りの音を見つけたら書いておきましょうと言ったのですが、そういえば皆さんはまだ字を習ってなかったかもしれません。それで書き方はこんな風に書くといいと思います。いきます。あー、目が覚めるような音だな。もう一つお弁当箱です。大工さんの音みたいだよというふうに絵で描いてみるといいと思います。では今日のお勉強です。今日は見つけたお気に入りの音を使ってそれをつなげて楽しんでみましょう。さあ、どんなことができるでしょうか。では、素敵な音楽ができたらお家の人に録画をしてもらって先生に見せてください。終わります。